ベタってつけるにはこういう風にしないと枯れないですね。こんな感じで非常に疲れますね。これもしくはこう 寝せてこんな感じで刈らないとダメですね。あれからいろいろその微調整してみたんですけど、今最大、すみません、ここのところもアジャスターってかあるんですね。全部伸ばしきるとだいぶ改善されました。若干こうしゃがむぐらいですかね。今前はこんな感じだったんですけど、ただ背負い式やっぱりそのアジャスターっていうか全部長くしたんですけど、やっぱり完璧ではないですね。でもこの肩ベルトとかそういう長さだけでも変わりますね。やりやすくなったと思います。ここですやっぱり、ね、本当にやるだったらこんなになる。自分のが155ですか、はい、三谷さんのがさっき測った180ですか、150と150と180ですね、はい、あ全然違うねえっと24センチ違うんですか。はい、はい、まあ、三ツ矢さん俺より多分 2,3 センチくらいですよね。あ俺180ならほとんど変わらないですけど、はい、なります、はい、こうやって刈ってる、あそうやってやってます。疲れんです、腰が、はい、こうやって刈ってくから、はいはい、腰入れてくるし、はい、ね、膝とかも入れてくるし、はい、はい、三ツ矢さん俺まさしくその感じです。買ってる、あと膝曲げたりする時もあるんですけど、うんとやりにくいんです。はいはい、ああ楽ですよ本当に。どこやってんの？三ツ矢さん、こっちいいですか？この辺の方がいいですね。楽です。こう立ってられるのがいいですね。
だから姿勢が全然違うでしょ。いや、前こんなくなってましたから。これは。だって、ヒデカ。交換っていくらぐらいも。メーカーによるゲット、2万から3万するのかな。これぐらいでいいんですか。うん。そんなもんでいいんですか。多分そんなもんでやったかな。でも、新しく買った方がいいですね。いや、この刈原駅のちょっといいとこなんですけど、この受けって言ってたんですけど、これがあるとなんか安定するんですよね。紐いらないんですよ。こう初めて知ったんですけど、紐なくてこうスムーズに刈れるってすごいなと思ったんですけど、次買うんだったらこういうのがちょっとあったらいいなと思っちゃいます。どうやってんの。